はい今回はマスコミが報道しない日本国民の厳しい生活と山本太郎さんしかいないと思いますこちらの内容を考えてお話していきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、今回の話っていうのはおそらく本当だと思うんですがまあ、なかなか語られることのない日本国民のまあ、生活のまあ、リアルっていうことだと思うんですね で一部の人で、まあ、おそらくですね、まあ、多くの今、日本国民が困窮していると思うので、僕もそうですし、リスナー様もそうだと思うんですが、ね、生活必需品の物価高で、なかなか消費も厳しい、でガス、ガソリン、ね、電気と値上がりして厳しいで、国民の給料はですね、16ヶ月連続で手取りが下がっているという、まあ、そういった状況で、衣食住に困っている国民がいるという、まあ、その真実なんですね。 でえー、このようになったっていうのは当然、政治が要因であるとしか思えないんですよ、あの例えばこういう話を真剣にすると、ですね自分が悪いんだとかっていう人、あまりリスナー様にはいないと思いますし、僕もそんなことは全くないと思うんですが。 1>, あの1人が困ってるとかじゃないんですよ、国民の一定数が困ってるっていうことは、それっていうのは何かの政治が大きな原因であると考えますね、か何かっていうと、日本国内において、衣食、住が厳しい人が一定数いる、ご飯を食べるのに困ってる人が一定数いる、その実情をマスコミは報道しません。 で今回の話は何かっていうとこういったことをね、えー、変えていかないといけないんでもう選挙に行くしか方,方法がないんですよ、僕たち日本国民には票一票投じるしか方法がないんででなんでそんなことを思うのかっていうこの切迫した、えーまあ、その状況について考えていきます、衣食住満たされない日本国民がいると、一人ではないです、一定数の人がいると、まあ、そういった話を考えていきます。いいろろんんなところにでですすね投稿されてるるものがあるんですがあ 僕も関西の方なんで、まあ、こういったのを見たことがあるんですが例えば NPO とかにですね、食料配布そういったものを求めるそういったポスターとかがあるで実はですね、最近、そういう、まあ、食料を定期的に求める方が増えている利用者が増えているということなんですね。 だからフードバンクへの寄付を、まあ、求めるポスターがあると、日本って一体どうなってるんだって話じゃないですか。だか日本国民が衣食住に困ってるわけですよ。でまあ、仕事をしながらも食べるものをまあ節約するとかっていう、まあ、そういった状況におるとで、日本政府はなぜ何もしないのかっていう話なわけですね。岸田は全く日本国民のことをまあ見ていない、相手にしていない。ね、岸田は何を考えているのかっていうと、まああ 宗主国、米とか東丸とかそういったもののことを考えていると、えーまあ、年代問わず、ですねあとまあ職業も正,正社員から非正規労働の方まで例えばですねこの公園とかに食料を、まあ、いただくために並んでいるという、まあ、そういった今、状況が日本全国各地であると。 うん、そこを、えー、政治で何とかしなくてはいけないわけですよ、岸田は何をしているのかっていうと、<laughs> 敵基地攻撃能力のために、えー、43兆円使っているわけですよ、ねえー、使えない、えー、ガラクタみたいな、あそのアメリカの、ね、そういった武器を買って、でえー、なんかあの財源が厳しいから増税だとかね、いやいや、そんなことしてないで、日本国民の生活を第一に考えないといけないわけですよ。岸田ってていいうのは日本国民と対立しているわけですね 本当に日本国民のことを思うんであれば、この43兆円、宗、え、主、ーまあ、国に払っておらず、払っている必要もなく、国民生活を考えろということです、それを考えない自民党、岸田あ、全く売国であり、国民のためではない、日本国民のことなど全く考えていないとで、今の時点で、えー、こういった状況があるんですが、2023年10月からインボイス制度が始まると、さらにこういった状況が増える、えー、懸,念懸念が増すわけですね。 イインボイス制度が始まる前の段階ででさまざまな業種の人が、えー、仕事をなくす、あるいは活動できないと、えー、いうことが分かっているわけですよ。アニメとかあそういった、ね、文化とか芸術とか、あるいはですね、えー、建築関係の1人でやっている方とか農家とかそういった人たちがさまざまなあ失業する懸念が今の段階からあーもう 予測されており、インボイス制度反対の票がですねかなりもう集まっているわけですよ。で、どん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 日本経済が悪くなっていく、そういった方向に向かっている、もう日本の中でですね国民が暮らせないっていう、まあ、そういったリアルなんですよ、多分この話っていうのは本当なんですが、ほとんどこういった話をしない。 ただし、僕たち日本国民が考えないといけない話であり、政治でこれを何とかしていかないといけない、この日本国民の厳しい生活、この現実をなん、ね、とかしないといけない、えー、じゃないですか、政治しか変えるものがないですから。で あのまあ、そういうことを真剣に考えているのは、れい新選組しかないと僕は思うんですよ、別に僕はそんな政治に詳しいわけじゃないですけど、いろいろ見たり、まあまあ、勉強したりすると、まあ、この日本国民の厳しい生活を救ってくれるのは、本当、山本太郎さんしかいないと思います。 あの9月24日の日曜討論のです、ねえー、一部で、えー、言ってましたけど、令和新選組の大石昭子さんというあの女性の方い,いるじゃないですか、あの人が国民の生活見えてますかって、まさにそうですよ、この見えてない、この今のリアルですよね、衣食、住の食べるものに国民が困ってるっていう、えー、その実情、えー、多分見てないんでしょうね、岸田は、全く興味がないのかもしれない、だそういう人間が舵を切っていたら、どん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 日本国内の経済も悪くなれば、 っていううか、もう日本国民が過ごせなくなる、えー、その今直前にもう来てるんじゃないかと思います、だから僕たち国民が選挙に行くっていうのもそうですがもうこういった状況をぐるっとね、ひっくり返してもらう日本経済をなんとかしてもらうにはそういう意味で山本太郎さんしかいないと思うんですね。あのー 日本国民がですね、人間としての尊厳を持って生きていくためには政治で変えてもらうしかないんですよ。でえーまあ、岸田をはじめ、まあ、山本太郎さん以外ですね、まあ、その山本太郎さんと令和以外で国民生活を真剣に考えている政治家は僕はいないと思っているので政治で変えてもらうしかないですね。 あの政治でここまで腐敗している今の日本は政治で変えるしかないんで、えー、そういったために、まあ、別に僕は山本太郎さん、令和を推しますが、まあ、皆さんもいろいろいろだと思いますが選挙に行って票を投じるしかないですそうしないと本当に、ねえー、まあ僕たち日本国民がもう過ごせない今状況に来てるんじゃないかと。 で、この日本国民のですね、厳しい生活っていうのはいろんなところで少しずつ話題になるんですがあまり報道されないんですね、えー、ただしこれっていうのは、えー、本当の実情だと思います、こういったことが日本国内で起きている、で、こういうことを考えれば、えー、選挙に行ってね、票一票投じないと大変なことになると思うじゃないですか。だから、あの僕ももそそううでですすし、リスナーさんもそうですが、 あのいつになるかわかりませんが、選挙に行って一票を投じましょう。そうしないと本当に、えー、日本が大変なことになる、えーまあ、そのように思いまして、今回こちらの件をお伝えさせていただきました。えー、最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございます、えー。今回はここで終わります。失礼いたします。